こんにちは天羅万象久保田正です、えー、今日はまず70年前の3月の夜明けにですね、えー、太平洋の大海原で起きた事件に目を向けますここからしばらくは想像図イメージ画像でご覧いただきます日本の本土から南東におよそ4 0 0 0トルの中部太平洋です比較的穏やかな海に日本の遠洋漁船が一石見えています もう夜明けが近いんですけども空にはまだ星も少し見えていますとその時水平線はるかにまばゆい閃光が走りましたそれはまるで突如水平線に顔を出した太陽のようでもあったと後に乗組員が語っていますただそれは東ではなく日の出とは逆の方向西の水平線だったんです やがて巨大な火の玉が空に向かってゆっくりと立ち上り空が赤く染まっていったといいます乗組員はその超自然現象を見つめて呆然としていましたで火の玉は色を変えながら上昇してやがて巨大なキノコ雲として空を突き抜けていきました最初の閃光から78分がたった時ずしんと大きな爆音とともに 船をそこから突き上げるような衝撃波が襲ってきて船体が大きく揺れたといいますただならぬ事態に船員たちは長く伸ばしていたマグロ漁のハエ縄を急ぎ巻き上げる作業にかかりましたそうする中西から黒い雲に覆われて白っぽい砂のようなものが勢いよく降り始めたんです放射能をたっぷり含んだ恐ろしい放射性降下物いわゆる死の灰でした ただ船員たちにはその正体に思いをいたす余裕もなくもう頭や体に灰がつくのも構わずに網の巻き上げ作業を続けましたこの灰は長さは数十キロから百キロほどもあったため巻き取りにとても時間がかかるんですこの船が遭遇したのはマーシャル諸島のビキニ干渉でアメリカが実施した当時世界最大規模の水爆・水素爆弾の実験だったんです 船の名前は遠洋マグロ漁船第5福龍丸です1954年昭和29年ですね3月1日の夜明けビキニ干渉の東160キロメートルでマグロの生えなわりをしていたんですで私の背後に出てきましたこの船なんですけども東京都立第5福龍丸展示館に保存展示されている第5福龍丸そのものです全長は30メートルそして140トンある木造船なんですね で3月1日に先ほど見ましたように水爆実験に遭遇したこの船なんですけれども3月14日に母港の静岡県八重洲港に戻りましたただ乗組員23人全員が放射線被曝をしていたんです火けどのような症状もありました水産庁によると第五福竜丸だけではなく何らかの放射線被曝をしたです、ね、日本の漁船の数はその後の調べで1400隻以上になるといいます まあ、さらに核実験のためにビキニ島から別の島にです、ね、移住させられていた島民も多数が放射線被曝をしてしまいましたなぜこのようなことになったのかということなんですがこの時の水素爆弾の爆発の威力がです、ね、事前の予測の2.5倍にもなったため漁船などの立ち入りを禁止したアメリカが設定した危険水域の設定が結果として甘かったということなんです。 これが70年前の実験で使われた水素爆弾です。この時の実験には、ブラボーという名前のコードネームがついていました。アメリカとしては、水爆の軽量化を図り、航空機に詰めるようにするためのテストの一環でした。まあそうは言っても、この爆弾、重量は10トン以上あります。広島に投下された原子爆弾との大きさの比較です。この広島の原子爆弾、リトルボーイは重さが4トンでした。 でアメリカの研究者が計算していたブラボー水爆の威力は6メガトン前後とこれは高性能火薬換算で600万トン分広島原爆の400倍なんですねこれでも十分すぎるぐらい恐ろしい威力なんですが実際に爆発させたところその2.5倍の15メガトン広島原爆の1000倍ものエネルギーを放出したんです しかも単にエネルギーだけではなく粉々になった珊瑚礁などが放射能を帯びて舞い上がったため非常に多くの放射性生成物を生み出す結果になりましたこのために危険水域の外にいたはずの多くの漁船や避難,して避難していた島の人々が放射線被曝をすることになったんです ブラボー水爆はアメリカの科学者が事前に計算していたものよりも予測を超えた非常に大きな威力だったために広大な威力に放射性物質をまき散らしました15メガトン広島原爆の1000倍というそのエネルギーなんですがこれは1954年時点ではそれまでで最大の核爆発でした で核保有国が現在まで実,践した実験したです、ねえー、核爆発、核実験が大体2000回以上あるんですけれどもその中でもこの時のブラボー実験というのは大きい方から5番目になるんです相当大きい爆発でしたで大気圏内の核爆発というのは火の玉がバーッと発生したときに周りの空気を圧縮して衝撃波が発生するんですね。 で気象台には通常の気圧計のほかにです、ねえー、短時間の小さな気圧変動を細かく観測することができます微気圧計マイクロバロメータータという観測装置がありますで1950年代以降、まあ、冷戦の時期ですけども当時のアメリカ旧ソビエトなどが実施した核実験の衝撃波が日本国内にも、微気圧振動として数多く記録が観測されるようになりました。残っています 以前、天羅万象でもアメリカが1956年に行った初の水爆空中投下実験や1961年に旧ソ連が、えー、北極圏で実施した50メガトンという世界最大の水爆実験の衝撃波による微気圧振動の話を取り上げました。今ご覧いただいているこのグラフがそうなんですが気象庁の資料室にこうした記録があったんです。さて、 これは1955年といいますから、まあ、あのビキニの事件があったその翌年ですね昭和30年当時の現在の気象庁の前身中央気象台ですで今回ビキニ水爆実験による第五福竜丸の被災から70年を迎えるにあたってこの1954年のブラボー水爆実験の引き圧げによる記録がないか気象庁の広報室に相談してみたんです,すると 直接の記録用紙ではなかったんですが日本で観測された波形を記したイギリスの文献を探し出していただけましたこちらです観測地は紀伊半島南端の塩の岬で、えー、左は1952年にビキニ干渉の西にあるエニウェート区干渉で行われた世界初の水爆装置の実験そして右がビキニのブラボー水爆実験の微気圧振動波形です でグラフの横軸はそれぞれの観測時刻でこれは日本時間です縦軸はミリメ、mm、ートル HG となっていますけどもこれは当時の水銀気圧計の単位で1.33倍すると現在のヘクトパスカルに相当しますで左の世界初の水爆実験とビキニのブラボー水爆の波形を比べると10.4メガトンの左の初の水爆実験の微気圧振動幅は0.4ミリメ、mm、ートル HG 換算すると0.53ヘクトパスカル15メガトンのブラボー水爆では0.9ミリメ、mm、ートル HG1.2 ヘクトパスカルであることが読み取れますブラボーの方が大きいですちなみに世界最大の1961年の旧ソ連水爆実験では最大1.6ヘクトパスカルの振動幅が日本国内で観測されていますこの微気圧振動の第一波が到着した各地の時刻を並べることによって 日本地図の上にご覧のように、同時に振動が到達した場所のカーブを引くことができるんです。当時、アメリカの核実験は太平洋の核実験場か、アメリカ本土の内陸、ネバダの核実験場で行われていましたけれども、メガトンクラスの大きな水爆実験は太平洋で行われていました。ですから、日本には水爆実験の微気圧振動は南東からやってきました。 これ陶磁曲線というこのカーブから焦点を求めると微気、えー、圧振動の発進源つまり核爆発地点が割り出せますちなみにビキニ環礁では1946年から1958年にかけて23回の核実験が行われましたまあ、その中で最も大きく放射性物質を大量に生み出したのがブラボー水爆だったんです 今でも島民はですね、えー、ビキニの島に帰ることができません。えー、現在の様子を捉えた衛星画像がありますので、ちょっとご覧ください。マーシャル諸島共和国の北西側にあるビキニ環礁なんですが、リンゴを描く珊瑚礁は北西に 40km、南北方向に 20km の大きさがあります。で、珊瑚礁には23の小さな島が散りばめられています。 でこのビキニ環礁の衛星画像で目指すのが北西側のこの赤丸をつけましたこの穴なんですね。拡大してみましょう。サンゴ礁の内側に食い込むような穴があります。ここは水深が100メートル余りと深く落ち込んでいるんです。穴の名前はブラボークレーター。もうお分かりだと思いますが、ここが水爆ブラボーの爆発点なんです。ももともとここには小さな島があって その島の上の建物の中に水爆が置かれました。で、十五メガトンもの爆発とともに、島はえぐられ、蒸発して消滅してしまったんです。そして、島を作っていた土壌やサンゴ礁の成分は、強い放射能を帯びた死の灰になったわけです。私はですね、小学生の頃に、この、えー、ビキニの水爆実験の話や、あるいは第五福竜丸事件のことを習いました。まあ、その当時は事件から、まあ、だいたい十五年ぐらいだ。だ、 ですね、それが今今年70年を迎えるわけなんですねでもそれだけ経っても島民はいまだに戻ることはできなくてさらに世界は核の存在に怯えたままということなんです、まあ、こうした節目に何があったのかひも解くということは大切だと思います天良晩章でした最後までご覧いただきましてありがとうございます テレビ東京の経済ニュース、経済番組をもっと見たいという方はこちらの画像をクリックして動画配信サービス、テレ東ビズにアクセスしてください。どうぞよろししくお願いいたします